おはようございます。フィンランド語でフバーフォーメンタ、覚えにくいですね。フィンランドのバーベキューは外で焼いて部屋の中で食べたりします。私にとってフィンランドとはヘビーメタル。今回はヘビーメタル散歩です。ここはケルタイネンヤーンサルキアという全然名前が覚えられないレコードストアです。CD ショップとライブハウスとチケットショップが並んでいて、ここではトゥスカというフェスティバルのチケットを事前にリストバンドに交換できます。有名フォトグラファーのヴィレ・ユーリッカラさんの写真展もあったので覗いてみました。ヘルシンキアートミュージアムの方ではヴィレさんが撮ったヒムというバンドの写真展をやっています。そうだよ。うわー、きついな。パイナップルですよ。マンゴーとパイナップル。信じられない。いなり？いなり。うわ。こっちなんかトムヤム。あ、これか。こっち味噌汁。おお。でもこういう店多いよ最近。本当に？うん。でもね、誰も連れてってくれないこういうところ。もうなんか日本人だから寿司はいいやと思われてんじゃない？でもあいつ何か日本食聞いたら寿司が一番って言うじゃないですか。まあね、寿司しか知らないんだよ。あー、店を。左の中って寿司飯？うん。普通の米っすよ。アカデミア書店はとても有名な本屋さんで、映画のカモメ食堂の中で幸恵さんとみどりさんが出会うシーンを撮影されたところでもあります。設計はフィンランドの有名な建築家アルバ・アルトの設計で、横にはアルトカフェも併設されています。日本人の観光客に人気なので日本語のメニューもあるそうです。本屋さんにはたくさんのアーティストの本があるので、音楽が好きな方は寄ってみてはどうでしょうか。
ただフィンランドのアーティストはほとんどがフィンランド語で書かれているので、読むのはちょっと厳しいかもしれません。ショックだわ。しかもさ、完全にこの形噛んで出てくると思ったらさ、噛んじゃないよ。噛んないか。まあ、なんか別にロスしてるけどショックだわ。あ、うめ。見してラベルをじゃあ。残念顔。ルスカフェスティバルはヘルシンキで行われる一番大きなヘビーメタルのフェスティバルで、今年20周年を迎えます。国外からも多くの人が来るので、空港の入国審査の時も、あ、ルスカ行くの?なんて言われたりします。今年は飲食ブースも拡大していて、友達がラップランドのお酒を試飲させてくれました。なんかディルみたいのが入ってて美味しかったです。